の初めての大冒険を今でも思い出す。空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を送っていた私は、初めての冒険で大切な友達と錬金術に出会った。アンペルさんたちのところに押しかけて、錬金術や本のこと、戦い方を教えてほしいってお願いしたんだっけ。それから新しく友達になったクラウディアも一緒に隠れ家を作ることにしたんだ。みんなで材料を集めて、森の中にあった廃屋を直して、私たちだけの隠れ家を完成させた。私たちの新しい日々が始まる。そう思った矢先だった。異界の魔物フィルフサが現れた。あの時の私たちは全く歯が立たなくて、逃げ帰ることしかできなかった。それから私たちの周りは目まぐるしく変わっていった。東の古城で伝承の飛竜と戦ったり、村に現れた巨大な魔物と戦ったり。そんな中、私たちに対抗心を燃やしたボスが村を飛び出しちゃったんだ。アンペルさんたちとボスを追いかけて、私たちとは別の世界、異界への門を見つけた。そしてフィルフサが異界からやってくる凶悪な魔物で、ずっと昔のクリント王国を滅ぼした存在だということ。そのクリント王国も錬金術でリラさんの故郷である異界を荒れ果てさせたことを知った。異界から戻ってきた私たちは、空剣島が錬金術で作られた人工島だったことを知った。それから空剣島の浮力が衰え始めていて、もうすぐ湖に沈んでしまうことも。問題は山積みだった。島のこともフィルフサのことも。だから私たちは一番危険だけど確実に止める方法を取った。それは私たちの方から打って出て、フィルフサの女王を倒すこと。私たちの戦いは当たり前の日常を当たり前に続けるための私たちだけの戦い。明日も普通にやってくる。なんてことない日々を守るために戦ったんだ。私たちの初めての大冒険はこれでおしまい。この後みんなと別れたのは寂しかったけど、前を向くことはできた。だって退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある大切なものに気づくことができたから。あれから3年、私は王都で2度目の大冒険をした。空剣島のみんなと再会して、新しい仲間たちと一緒に遺跡を駆け巡り、私が少しだけ大人になった冒険、今でも忘れない。フィートのかけがえのない思い出。錬金術の研究に行き詰まってた私は、タオからの手紙とモリッツさんに頼まれた謎の石の調査をきっかけに王都へ行くことにした。王都で待っていたのは圧倒される街並みとたくさんの出会いだった。王都の貴族でタオの教え子でもあるパティ、ロマンを追い求めるトレジャーハンターのクリフォードさん、リラさんと同じオーレン族で異界を浄化するための手がかりを探してたセリさん、駆
けがえのない仲間と、謎の石から生まれた妖精フィーとの出会いだった。王都の周辺には錬金術に関係する遺跡が眠っている。今はもう失われた伝承の一節からタオはそう考えてた。私たちは新しい錬金術の知識と冒険を求めて、フィーと一緒に各地の遺跡を調べていった。伝承に記された遺跡の奥には大きな水晶があって、その水晶に近づくとフィーは嬉しそうで、私も不思議と新しい発想がどんどん浮かんできて、冒険は順調に進んでいる。そう思ってたんだ。そんなある日、突然フィーの元気がなくなってしまう。焦る私に助け舟を出してくれたのはリラさんとアンペルさんだった。二人は教えてくれた。私たちの世界ではフィーは長く生きられないと。フィーを助けるには遺跡の奥にある異界の魔力を持った水晶が必要だった。でもそれは異界の門を封印するためのもので、私たちは気づかずに門の封印を解いてしまってた。異界の門、フィルフサの信仰、そしてフィーの秘密、後悔と不安、いろいろな感情が入り混じりながら、私たちは異界の門を閉じるために遺跡の奥へ進んだ。フィルフサの進行はなんとか止めることができた。でもそれは同時にフィーとのお別れの時だった。フィーはこの世界では生きられない。異界の門は閉じないといけない。うすうす分かってたんだ。だから私はもう決めてた。フィーが生きる道を絶対に離さないと。フィーと別れて王都での冒険は終わり、みんなに見送られながら私はなんてことない日々に戻る。大冒険で得た永遠に消えることのない宝物を胸に抱きながら、たくさんの冒険をしてきた。不安や後悔もあったけど、それに負けないくらい楽しいこともあった。みんなとの絆はずっとつながってる。どれだけ離れてもこの絆は切れたりしない。そしてまたいつかみんなと新しい冒険の旅へ。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して、暮らしで腕が鈍ったのかライザー。
助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザ大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたかな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。えい、もう手早くやっつけるよ二人とも。大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。アガテ構わないな。ああ、
こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザ、トト、ブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もう。まあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ナイザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、わかってます。痛い。何これ、声どこから。痛い。栄養術師で痛い。頭に響く。これは何、誰。何時、栄養を置いてる錬金の術師、手ずからの鍵まで回転の牛にいたれ。今もライザー、帰るよ。今行く。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです。その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが。驚いたな、ライザが五郎と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったく、あの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。が、彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。コローだって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロー、ライザー、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。
え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる。そんな予感が。なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん、心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが、交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザー、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、お任せあれ。はあ、損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コロもさすがに許してくれるんじゃないか。
当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。薬の素材なら森で集まるかな。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。さて、今回はどんなものと出会えるかな。私は最高の錬金素材と出会いたい。とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。どんな素材も無駄にならないからね。チャー！さあさあ、集めちゃいましょうね。この辺りで薬の素材が取れそう。必要な分は集ま、早く作って持っていた。チャー！移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかも。見つけた。
今回の収穫はと。なんだか楽しそうだな。素材よし、釜よし。それじゃあ始めよっか。どれにしようかな。何入れようかな。入れる場所は、どこに入れよう。材料は、まだまだすごくなるかも。材料は何入れようかな。どこに入れよう。材料はレベルアップ。材料は、何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、いい感じじゃない。よし、行け。これを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す。またあの時みたいな。頭にレシピがひらめいた。一体なんだろうこれ。ねえ、なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。ダメだ、何も感じない。秘められた力とかもあるのかと思ったんだけど。仕方ない、とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。アガーテ姉さんは港で待ってるはず。着替えだ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 。
どの服着よっかな。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 着替えだ着替えだ。どの服着よっかな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 。